こんにちは、なるみです。今日は前回に続きシミのケアについてやっていきたいと思います。はい、ではまず前回も出てきましたファミュのクレンジングバームの方をまず使っていきます。たっぷり量を取ってもらって顔全体に馴染ませていきます。でしっかり、汚れをオフしていい状態を作っていきます。あまり強くこすりすぎないように気をつけてください。はい、では、次にこちらの CNP のピーリングブースターをつけていきます。これも前回出てきたんですけど、たっぷり手に取って肌にのせていきます。この後の化粧水とか美容液とかの入りを良くするためのものなので、しっかりつけていきます。はい、でブースターをつけた後はこちらのクレアスのトナーを使っていきます。こちらもたっぷり使っていきます。すごく低刺激なので、肌が弱い人でも使ってもらえるトナーなので、とても安いですし、たくさん惜しみなく使ってもらえると思うので、すごくおすすめです。こんな感じです。はい、では次はこちらのメディヒールの IPI ライトマックスのマスクを使っていきたいと思います。こちらはアンプルが凝縮されている、ビタミン豊富な、栄養マスクになるんですけど、こちらを開けていきたいと思います。はい、ではこちらを開けていきます。こんな感じでちょっとこうよくあるマスクとはまた違う感じなんですが、こういうちょっとジェルっぽい感じに、こんな感じにプルプルです。これをこうしてキュッと貼り付けていきます。すごいこうフィット感がすごくてつけやすいです。でこれは上と下に分かれているので、上の部分も貼り付けていきます。こういう感じですね。でこれで10分から20分と書いてあるんですが、あんまり20分置くことはなく、10分ぐらいで私はいつも外しています。こんな感じです。はい、では待っている間に、シートパックの保存の仕方なんですけど、メディヒールとかの場合だと1枚1枚こういう風に入っているので、こう縦に保存してしまうとアンプルとかが全て下に溜まってしまうので、こう横に寝かせた状態で保存してもらうのが一番いいそうなので、皆さん気をつけてください。はい、では10分パックが終わって肌にこう軽くなじませた後にさらに栄養を入れていくんですが、じゃん、シミに効くウィッシュトレンドの、ピュアビタミンのセラムを使っていきます。これはこういったスポイトになっていて、これを手のひらに軽く3、4滴ぐらい乗せて、これを全体につけていきます。
でこの時結構濃縮のビタミンが入っているのでちょっとヒリヒリする、少しピリつきが出たりとかするそうなんですけど、今もちょっとだけヒリッとするんですけど、これは特に問題はないそうで、こう肌とのpHの違いによって起こる現象だそうなので、まあ、そんなに嫌に思わず使ってもらえればいいと思うんですけど、最初は少しびっくりしてしまうかもしれないです。で、まあ、肌とかが慣れてくれば割と量をたくさんつけても大丈夫だとは思うんですが、こういう気になるシミの部分、ニキビ跡とか、ここ私ほくろを取った跡があって、これがあまりここ消えないので、そういう部分に重ね塗りをしてもいいそうです。こういう気になるとこですねに軽くまた重ねていきます。これも相当しっとりしてくれるものなので、とても使えるセラムです。こういう感じでのせていきます。はい、では一番最後にまたこちらのドゥオーガニックのクリームをつけていきます。こういう感じで、そして今塗った美容液たちが逃げないようにしっかり蓋をしていきます。仕上がりはこんな感じです。かなりくすみも取れて透明感が増したんですが、毎日続けてやっていくとかなりシミも薄くなっていくので、皆さんぜひやってみてください。